タイの野崎です。本日は、奈良市細工町長になります、クリームローズというですね、1LDK のこちら築浅物件のお部屋に来ております。まず、こちらが、リビングとなっているんですけれども、こちら人気の、カウンターキッチンタイプの、リビングとなっております。でこちらがですね、角のお部屋になってますので、こちらにもね、窓がついております。でこちらの窓がですね、東向きとなっておりまして、バルコニーもね、結構、広々と、取ってありますので、洗濯物もね、たくさん干していただくことができます。目の前が、敷地内の駐車場になっております。でこちらのリビングにはですね、エアコン1台付いてまして、こちらカラーのモニター付きの、インターホンも付いてもらっていますので、セキュリティもね、バッチリの物件となっております。でこちら側がですね、玄関部分となっておりまして、こちら、入ってきていただいて、シューズボックスがですね、こんな感じでたっぷりとついておりますので、ご家族のね、靴はすべて入れていただくことができます。でこちらもね、はい、こんな感じで、玄関収納付いておりますので、外出用のものとかを入れておいていただくことがありますね。でエンジンのこちら、裏側なんですけれども、こういう、ね、白の、すごく清潔感のあるキッチンとなっております。上がね、あの収納がついてないので、すごく、開放感があって、あのリビングの、ね、様子も、しっかりと見ていただくことができます。でここだと結構幅がございますので、ちょっと大きめの、食器棚とか冷蔵庫とかも置いていただくことができます。でこちらには、給湯器ついてますので、こちらで、ね、温度調整していただきまして、追い炊きも、ね、こちらでしていただくことができます。でこちらはですね、脱衣所部分になっているんですけど、まずこちらが、大きなね、特別の洗面台で、シャンプードレッサーもついてます。こういうところにもね、収納の棚がついてますので、脱衣したものとかね、置いといていただくことができますね。でこちらが、ウォシュレット付きのトイレとなっております。こちらには、室内の洗濯機置き場ございまして、なんとこちらではですね、ここで洗濯物を干していただいたりとか、ちょっとしたものを、ね、ハンガーでかけておいていただくことができます。はい、でこちらはですね、大きな足を伸ばして履いていただける浴槽となっておりまして、もちろん追い炊きもついてますし、浴室乾燥も、ねついております。本当に快適にね、入浴していただけるお風呂となっております。はい、で奥がですね、2つ目のお部屋となっておりまして、こちらが、洋室ですね。こんな感じです。でこういうね、アクセントクロスのおしゃれなこういう棚もついてますし、それにはなんとウォークインクローゼットがついております。ハンガーパイプもね、2本ついてますので、お二人のね、新婚さんが、2人分も入れていただくことができるようになっております。で、あちらの方にはですね、イオンモールの大和郡山も、徒歩で行けるような、近さにございますので、本当にね、買い物とかも、便利ですし、交通もね、すごく、便利なところに立っております。で、宿泊なんですけどね、ちょっと、駅から離れているということで、お家賃も控えめになっておりますので、ぜひ一度、ホームページの方で詳細の方ご確認ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸のお酒では、皆様のお部屋探しを応援しております。以上でご紹介させていただきました。バイバイ。